っと良くなったんでつけました。夜中にボケボって入っちゃって、いい気も結構大分やった後とか多いんですけど、もうそれで荒れちゃうんだよね、ゲボーってやっちゃって、うん、それもご飯食べても痛いし、水飲んでも痛いしみたいな。病院はね昨日やってないんだよね、連休で。だから今日行こうかなと思ったんだけど、まあ一週間ぐらいね、いつもね、ほっとけば治るかな。大丈夫かなと思ってね、毎回あるからね。無理して食べて吐くとさ。行った方がいい。配信ちゃんとしないよって、だから今したんじゃないの。朝は無理だったよ、もう体が動かないし、気持ち悪いし。2時間後だからいいんじゃないの ?2 時間半後かな。ねえ。うざい寝てろとか言うけど、いいじゃん。あなたが見なきゃいい話でしょ。私はつけたいからつけただけなんだけど。報告心配してる人もいるんでな。その人のために、父のためにつけてるだけだから。ズラじゃないね。なんでズラなのこれ。ズラじゃないよ。顔パンパンですよ。顔むくんじゃって、アイコスは吸わしてもらいます。私コロナの時も吸ってたからね。死にそうになっても吸う人なんで、どんな状態でも吸いますって感じで。三栄さんに謝罪したら電話して謝りましたよ。それとこれが重なっちゃってもう大変だったんだから、私もその、まあ、自分の責任ですけどね。ちゃんと社長に連絡取って謝りました、私の発言でね。迷惑をかけてしまったんで。うん。そのようなことは一切ないんでね、お店に。指定されてね、座ったとか、そういうのを安心でちゃんとね、喋ってくださいと言われたから、まあその通りですよ。何もそういうのはなかったです。申し訳なかったです。私ね、適当なね嘘をついてしまって、まあ、中村くんも関係ないです。私が話のネタで面白おかしく話しちゃって、いろんな人に迷惑かけてしまったんで、本当に申し訳ないですって感じで。そう。今更って何？いいじゃん、別に私の言いたいタイミングでそんなのさ。いつでもいいでしょ？早かれ遅かれさ。ちゃんと、で、当事者には全員謝ったから、中村くんにも。思ったよ。こういう時ね、彼氏が一緒にいたらいいんだけど、病院連れてってくれたりとかね。そうだよね。なんで嘘をつくの？だから話したよね、私が嘘をついたんだよ。嘘っていうか、まあ、いつものね、リップサービス、もういいや、もう話聞けない人はもう書かれるちょうだい。寝ながら謝って舐めて、なんか具合が悪いっつってんだよ。本当に。明日改め朝ね、画面の前ね、座りながら話すけど、今はね、ほっといてよって感じ。ね、ちょっと良くなったからつけただけで。ねえ、それを言われてもしゃあないよってね、ながらなんとかとかさ、形は気にしないね、ほんとに。調子乗ってるとかなんとかとか言われるのはいいけどさ、ねえ、ちゃんと言うことは言ったんだよ、私。ねえ、どう
ぞ行ってくださいって感じね。都合が悪いと具合が悪くなる。昨日の録画があってだから何したか覚えてないんでしょ。ねえ。プリン30個分ストローで食って具合が悪くなったんです、ぶっちゃけ。ね、都合悪いから逃げてるわけじゃなくて、普通にプリンのせいで具合悪くなってんの。ゲロ吐いて。ゲロがゲー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 吐いて、胃液が夜中に上がっちゃってね。逆流してしまったんです、胃液が。ご飯も食べれません、今。気持ち悪くて。お腹鳴ってるし、ぐる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 。病院にも昨日病院やってないでしょ？祝日だから。で、今日行きたいけど、動けないんで行けません。寝ながら感じします。一週間はダメです、これ。激痩せしようかって食べてないから。食べても吐いちゃうんだから。病院行くか行かないかもう私の判断じゃないの。でも本当に。ねえ、ほっといてよって感じ。行かない人だってこと知ってるんでしょ、病院なかなか。ねえ。相当な限りないと行かないの。そうでしょ。ぶら下がってるわけじゃないよ、このベッドに。横になってんだって、こうやって。横になってるでしょ、もう。ちょっとなんか熱っぽいね。すっごい熱っぽい。顔もパンパンになっちゃってるし。ゲロ吐いてるとバイ菌が入るときがあるんでね、たまに風また風ぶり返すときもあるし、ゲロしてると汚いでしょ。なんかもうすごいお腹鳴っちゃってる。彼氏とも別れてない、さっき連絡したよ。ちょっと具合が悪いんだけど、ゲボゲボで具合悪いんだけど、って今日朝ね、ちょっとできなかったって。そしたら大丈夫って来たよ。ねえ。イギリス特務にしつこいんだよ、私に LINE して。何なの喋りたいとかさ。クルちゃんと別れたら次は私なのって感じ。ねえ、あのね、クルちゃんと一緒にしないでくれるって感じ。おかまのおじさんとクルちゃん全然違うんでね、本当に。あっちはね、自動ドア、こっちは回転ドアなんだからさ。ねえ、クルちゃんは自動ドアパカパカパカね、やりまくるんでしょ。私は回転しながら人を入れてくるんだよ。あのね、違うんだよね、システムが。今日私の誕生日です。あの、ろくでもないよね。自分で祝ってくださいって感じ。こういう状況でね、誕生日を素直に祝えるわけないじゃん。ね、ごめんね、ちょっと余裕がないね、今私、心に。体も余裕ないし、心にも余裕がないんで、祝えないからね、ごめんねって感じで。そういうこと。もう終わっていい？話したいことは話したんだよ。また明日の朝でいいですか？ちょっと今日ゆっくりしたいんで、本当に。